どうも西村光雄です。私立ウィークエンド西村、11月最初の配信号となります。今日はですね、令和日本大丈夫か、というタイトルで、お送りします。10月にですね、天皇陛下の即位礼正殿の儀が、行われました。そして、世界中から190の国や地域から代表の方々も来て、その即位の礼をですね、ご覧になって、そして、祝福をしていただいたと。それはそれで良かったんですが、そしてまた、今月はですね、一般国民による即位の慶賀する、お祝いの式典がですね、皇居前で、行われます。それは来週行われるわけなんですが、その後は、一番大事なというか、即位礼の後に、重要な儀式がありまして、大嘗祭が行われるわけですね。大嘗祭は言うまでもなく、新嘗祭のその、最初の天皇陛下が天皇という行為についてって、最初のその、新嘗祭を大嘗祭と呼ぶわけで、そこで、秘儀も行われてですね、そこで初めて、行為をその継承することになるわけですね。その瞬間ですね、それは折口信夫さんがですね、何回かいろんな著作の中で述べてますが、天皇陛下がですね、例えば伊勢神宮に、お参りをする、心配される時のその、瞬間ですね、その時にその要するに神になるんだということを折口信夫さんはお書きになってました。でそれは宗教学的に、そういうことも言えますし、あるいは民族学的に、折口さんのアプローチで言えばそういうことになるんでしょうが、そういったことも言えると思います。で、即位の礼の時はですね、あれだけ前後その、ずっと天気が悪くて、おまけに、大災害になった、台風19号やその後の関東地方の豪雨というものもあったわけですが、その中で、執り行われた式典だったわけですが、ご記憶のように、その即位の儀がですね、始まる瞬間にですね、まるで皇居の上だけ晴れるかのように、ちょっとこう日が差してですね、そして、虹がかかったという本当にこうミステリアスなそういう瞬間があったわけですね。でそれで、もっと驚きなのはですね、その時に実は、それは科学的に言えばですね、たまたま天気がそうなってたということだけになってしまいますが、その時伊勢神宮がですね、実は晴れたんですね。伊勢神宮もずっと雲がかかっていたけど、ちょうどその、儀式開始の頃に伊勢神宮の上空でも日が差して、本当にこうスポットライトが当たるようにですね、内宮にこう日が当たって、神官たちがですね、降りてそのお参りをして、お祝いですね、お祭りをして、神宮の神官たちがですね、普通私たちは伊勢神宮と言いますが、地元の人やあとその神道に慣れてる方はですね、神宮というだけなんですね。まるでこれはフットボールアソシエーションみたいなもんで、フットボールアソシエーションというのは何かというと、
要するに、英国はですね、イングランドの英国じゃないですね、イングランドのサッカー協会はですね、あのイングランドフットボールアソシエーションって言わないんですね。でスコットランドは スコットランドフットボールアソシエーションなんです。でもちろん日本も JFA ですね、ジャパンフットボールアソシエーション、日本サッカー協会、世界中あるいは地域国ではなくてもですね、香港フットボールアソシエーション、HFA と世界中のサッカー協会というのはそういう名称になっているんですが、頭に何もつかないフットボールアソシエーションというだけで実はイングランド あのサッカー協会を指すわけですね、いちいちつけないんです。それは世界で最初に作ったからという、まあ、彼らの自負があるんですが、まあ、それと同じように実は伊勢神宮もですね、あの同じようって言ったら怒られるかもしれないけど、あの神宮というだけなんですね。まあ、それはちょっと余談になりますが、その伊勢神宮でもこのご覧のようにこの写真見ていただければ分かります。本当にその、内宮からですね、お祭りをして、今こう並んで神官たちが、降りて、来ていますが、この時にスポットライトが当たっているようにこう日が差してますよね。でこういうことが実際に起きたわけで、まあ、本当にまさに天照大神の子孫であるのかなという、そういうことに思い至る人も私だけではなくてですね、もっともっと多くの日本人がそういうことを知ってほしいと思うんですね、思い至ってほしいというか、そう感じることで、長い歴史の中に私たちはいるということは分かるわけですが、しかし反面ですね、今日のタイトルが、大丈夫か、令和と令和日本というように、申し上げたのは、例えば10月31日のですね、ハロウィンで、まあ、私はもう本当にくだらないバカ騒ぎだと思ってますが、あれを日本文化と、これも日本で定着したハロウィン なんだとかって言って、日本の文化だなんて、まあ、そうもその、言えないこともないですが、しかしそれはあの文化といってもサブカルチャーにもならないような、要するに、全くその不白なですね、表層に過ぎないもので、まあ、そういうことも含めれば、そういうものも含めたものも文化と言えば文化と言えるのかもしれませんが、実にくだらないバカ騒ぎで、そういう状況が片一方であるわけですね。で一方ですね、同じその、まあ、ケルト民族の要するにヨーロッパの先住民族の宗教と関係あるわけですね、ハロウィンというのはね。で、まあ、そういう意味で言えば、アイルランドなわけですね。でそういうものと無縁な場所でハロウィンがその一種の、まあ、クリスマスのように、広まっているということは、それはそれは、理解できるんですが、そしたらですね、もっと別のその楽しみ方というのもあるわけですね。単にバカ騒ぎをして、くだらないことをやって逮捕されるということだけではなくて、ですから同じ世代が一方では香港ではどうだったかと言いますと、香港のハロウィンではご覧のようなこういう写真にあるようにですね、今中国共産党と対峙しているチャイナの侵略を何とか逃れようとして、少なくとも最低限その、一国二制度というものを死守しようとしている、そういった香港の人たちがですね、このようなプロテストをこれ、抗議活動をハロウィンの中でやってるわけですね。でもう一つ、申し上げたいのはですね、その、即位礼正殿の儀
に世界各国から賓客が来たと申し上げましたが、しかしですね、平成2年に行われました、要するに今の上皇陛下の天皇陛下即位礼正殿の儀の時と比べるとですね、その訪日した賓客の方々の位がどうだったのかということを考えますとね、平成の時はですね、圧倒的に元首が多かったんです。しかし今回のゲストの方々っていうのは実は平成と比べると相当元首クラスは減ってるんですね。それで、大使が多い、つまりもう日本から日本にまで、行く経費も出せないと、日本大使館、日本にいる我々の大使館の大使で、済まそうという国が実は非常に多かったと同時にですね、まあ、それは昔から親交のある、ヨーロッパの王室、アジアの王室はもちろん、元首が来てます。しかし一番大きいのは安倍政権も最大の同盟国と言って、かつてないほど最強の関係と言われているアメリカの日本に対しての軽視の姿勢というのはものすごいわけですね。運輸長官です。考えられない人なんですね。当初はペンス副大統領という話もありました。平成 の時は、副大統領だったわけですね。まあ、トランプ氏は何回も来ているので、今年も国賓で一度来ました。しかしその時もですね、実は習近平は最初の新しい天皇の国賓にしようという動きがですね、中国共産党の工作やそして日本のさまざまな財界政治家がその中国共産党の影響下にある人間たちがかなり動いて、そういうことがあったんです。それを防いだのは、なんとかそれを防いでトランプ大統領にを最初の国賓にしたという経緯があったわけですね。だから来年、習近平が国賓で来ることになってるわけですが、果たして即位の礼の時にアメリカが運輸長官クラスの閣僚とはいえですね、方を、まあ、台湾出身の方ですが、日本に送ったということの意味をですね、これもうちょっと真面目に考える必要があって、その令和日本が大丈夫かどうかっていうのはいろんな意味でかなり問われることになると思います。それでは後半に行きます。